してました。超ドライヤーしてた。こんばんは。洗濯回してるからすごい洗濯の音がギーギーゴーゴーするんですけど、ごめんなさい。うるさいなと思った方はちっちゃくしてください。ということなんですけども、もう私は今日来てから本当になんかもうよくわからない、無駄ではないけど、なんかよくわからない時間を過ごして、なんかさっきなんかお風呂掃除がしたい気分になって、なんかお風呂入りがてらお風呂掃除を して今は準備中です。昼間の仕事って、まあ、あるか、あるけど、まあ、融通が効くところってあんまないんでね、ちょっと。なんかこういう仕事をしてると、融通が効く仕事を探すの難しいよね。やっぱりね、今日思ったのは、お風呂上がりがやっぱり嫌いすぎて、なんか昨日だっけ、なんかお風呂上がり嫌いでバスローブ買おうか迷ってるんだよねみたいな話をきっとしたと思うんですけど、やっぱりバスローブ買おうかなって思った。お風呂上がりが嫌いすぎてね、私の乾燥するから暖房をつけてないんですけど、その影響でなんか余計寒い、出てからも。だからもうリアル買いたいですね。あんな先生のニュースは見てないです。何かあったんですか？じゃあ別にバスローブ似合うとか求めてないよ。もう買うなら白じゃない。別に似合う似合わない求めてなくて、本当になんか機能的にバスローブが欲しい。すごい、買おうかなって。ほんと肌の治安もよろしくないですね、ほんとに。早く終わって、もうさ、もう昨日とか寒すぎてビビったんだけど。昨日寒くなかった？めちゃくちゃ。ワインは嫌いなんですよね。なんか一滴飲んだだけでワインダメだった。リラが踊ってる姿が見たいのはみんなもそう思ってるんですか？なんかでも踊ってるランディが好きって言う人すごい多そうな気がする。もともとしてる暇は今日もないんだ。
バスローブ着る人ってなんかお酒片手に持ってるイメージ。あ、でも確かにそれはあるよね。わかるわかる。私もなんかそれはあるなんかそういう人がバスローブ着てそうな感じがしますね。でも踊ってるリラが好きってことはやっぱりアイドルしてる私が好きということですか。みんなみんな的にはもう一回さしてほしいのかな。まあ、好きって言ってくれて嬉しい。まあでもね、エイトも30日で活動休止になっちゃうからね。本当に今さ、めっちゃエイトフェス出てるじゃん。で、なんかそのフェスのさ、動画がさ、YouTube とかにさ、上がったりしてるからさ、見るんだけどさ、なんかこのみんなのキラキラしてる笑顔、あ、なんていうの？チームエイトの、なんかみんなとしてのこのキラキラしてる感じを、なんかもう見れなくなるんだって思うと、すごくさ、寂しい。なって思って、なんか YouTube に上がってるの見たらめっちゃ見ちゃう。なんかさ、メンバーがさ顔合わせた時の顔とかさ、すごい好きなのよ。なんかその感じが見れなくなるのかなって思うと、すごいなんか泣けてくるよね。まあ私が思ってるってことはファンの皆さんはもっと思ってるんだと思うんですけど、寂しいよね。わかるよ、わかる。わかる、寂しい、私も。なんかさ、思ったんだけどさ、私冬服がないガチで、なんかさ冬服がマジでないんだけど、リラ。なんか春服、なんか秋服というか、なんていうの、なんかね、春服が多い気がする。マジで服が、あったかい服がない、この家に。
まあ、だから最近なんか毎日着る服に悩んでるんだと思った。マジでない。このピースどっち着るっけ。マジ本当なさすぎて困る。いっぱいあるんだけどさ、パーカー以外が本当になさすぎる。ヒートテック着ても寒いし、何着ても寒い。最近は本当さ、冬服ないんだけど。本当に冬服ってなんだろう。まずヒートテックはね、私は無印のヒートテックがいいよって親に言われたんで、無印のヒートテック使ってるんだけど、なんか意味あんのかっていうくらい寒い毎日。ね、十字架のネックレス、私がいつもしてるやつがあるんだけど、それもなくしたと思ってめっちゃショックだったの。そしたら今日ベッドから出てきた多分外れた、なんかベッドで外れたんだろうね。マジでなくしたと思って、なんか本当なんかショックだったから、よかったちゃんとベッドから出てきて。でもね、ベッドでさゴロゴロしてたおかげでさ、すごい絡まってるんだけど、今頑張って外した。あ、なんかウルトラダウンみたいなやついいらしいよね。でも私はああいうやつは着ない、おしゃれじゃないからいや別にユニクロさんをディスってるわけじゃないんですけど、おしゃれとか考えるとちょっと、はい。あ、ユニクロの商標なんだ。でも最近さ、なんとかフラペチーノがさスタバのさ商標ってこと最近知った。大変だね。あと さっきいつもつけている指輪をベッド の下に落としてしまって、まだ取ってない、取らないといけないけど。あれそうなの、さあスタバのあれじゃないよ。リラリラリアーケセラセラ。スタバはね飲まないんだよね全然。そういうとこあんま行かないかも。なんかあ、でも普通に手を伸ばせば取れるんで、でもその手を伸ばして取るのが大変なんだよね。
てかさ、なんかあのクリアのコンタクトを今さ切らしてしまっててさ、なんかコンタクトなくてなんかカラコンつけたんだけどさ、カラコンしかなかったからなんかめっちゃ目がでかいんだけど今アホみたいに目が大きいです。でも分かんない、画面上だとあんま分かんないと思う。なんかあの画面上、なんか画面に映すと分かんないと思うけど、なんかここで見るとすごいなんか目がでっけえ。しかも、まあ、まだソファーが汚さすぎて、じゃ汚いじゃない、散らかりすぎて、まあ、今部屋映せない。でもさ、クリア、あの普通のさコンタクトと違ってさ、カラコンってありえないぐらいさ目乾いてさ取れそうになるからさ、それが本当に嫌だ。だってさっきつけたばっかなのにもうなんか目をパチクリパチクリさせてないと今にも取れ、あのコンタクトに抜けそう。このコンタクト抜けたら、目マジなんかもうさ視力がさ本当悪くなっちゃったからさ、本当困る。なんかさ別にどっか行くわけでもないのにさ、あなんかお出かけするわけでもないのにさ、なんかめちゃめちゃ気合入ってる人みたいになってる今すごいギャルになった気持ちです。いやなんかアクセサリーボックスはあるんだけど、っていうかねネックレスとかもなんかいちいちしまったりしないんですよ私。ずっとつけっぱ、指輪も基本つけっぱだし、なんか いろんなものに関してなんですけど、もう基本全部つけっぱなんですけど、ひどいガサツって言われた、うん、ガサツなんだけど、でもなんか別に撮ってもいいんだけど、なんか撮る意味なくないっていう。マジで目でかい今日。なんかまあいっか、早く買わないと。なんかケバい人みたいだけど、すごい。
ごめんね、うるさいですよね。もうちょっとで終わると思う。ああ、洗濯干さなきゃ。てかお腹すいた。まずソファーの上から片付けないとだね、リラさん。よいしょ。やばい、何からすればいいのか分かんない。やることが多すぎる。はぁ、はぁとか言っちゃった。よいしょ。とりあえず洗濯を干すか。ね、インフル流行ってるよね今。みんな大丈夫？体調。ちょっと読んでおきます。やべえ、寒い。やばい、震えるんだが、寒すぎて。体調崩したくない。もうずっと言ってるよね、これ最近。本当に体調崩したくない、今年だけは。今年だけはっていうか、あ今年に限らずですけど。なんかさ、雨降ってたじゃん。だからさ、雨降るのさ分かんなくてさ、洗濯物外にまあまあ干してたのにまたやり直すっていう最悪なパターン、最悪なパターンがやってきております。でもさ、あるあるだよね、そういうの。もう冬ってさ、洗濯物全然乾かないじゃん。それが厄介だよね、めちゃくちゃ。しかも乾いてんのか乾いてないかすらもう分かんないし、あの冷えてるから外が。予防注射してない。私注射とかも5年ぐらいしてない気がする。あのコロナの注射もしてないし、ワクチンもしてないし、全然してないね。めっちゃ洗濯物乾きにくい。本当に何事ってぐらい乾きにくい。なんか室内で干そうか外に干そうか迷いよね、すごい最近は。でも最近さ、暖房壊してないですよ、私は。暖房壊れてるからさ、あの意味ないし。
ここに干しても寒いし、やっぱあれだね、お風呂場についてないからさ、あれが乾燥機が。ついてるところはすごい便利ですよね。まあね、昔はなんか強制的になんか予防接種行かなきゃいけなかったからね、やってたけど、なんか強制っていうものがなくなるとやんないね。室内に干そうかな。雨降らないよね。なに？落ちた。よし、一つ目の第一陣の洗濯はとりあえず干し終わりました。あと今ガタガタ言ってるやつを干せば今日のミッションはクリア。多分でさ、症状どんな感じだったっけ。何日洗濯してなかったの。何日だろう。ね、最後に洗濯したのはいつだっけな、4日前とか5日前、5日ぶりぐらいじゃないかな、洗濯したの。でもなんか1日に大体2回、なんか一気にやるから、そう2回ぐらい回すから、なんか毎日やるあれじゃないかも。毎日やるほどの、あの量はないから、とりあえず貯めてからやるかな。1分だけドライヤーさせてほしい。ちょっとミュートにします。にゃ
すごい、洗濯機じゃない、冷蔵庫もなんかギュウギュウ言ってるね。お茶漬け食べようかな。お茶漬け食べたらさ、あったまるかな。もうちょっとだけ顔写したいね。ちょっとソファーの上に置いてるもの全部一回床に置こう。やばい、床が汚くなる。なんか目わかんないでしょ。でもあんまり、こんなさ、ただまかないに行くだけなのにさ、こんなカラコンしちゃって。え、だから画面で見たら多分普通だけど、ほらちょっとわかんない、なんか目がでかいの、ほらなんかだから地下で、間近で見たらわかる、近くで見たらわかる気がする。髪の毛黒くした、その上、この上は普通にコート、コート羽織る、寒いからワンピース着た。お茶だけ食べる時間あるから食べちゃおう。プーさんプーさんはかぶらないよ、夢の国じゃないからね。洗濯終わった？ピーピー言ってたっけ？やば、お茶漬け食べたい。お腹すいた。今食べないとまた12時ぐらいまで食べれない。どうしよう。でも洗濯干さないともったいない。どうしよう。とりあえず。ご飯をレンチンしよう。とりあえずね。終わっとるやん。待って、マジで家汚いんだけど、どうしよう。本当。汚すぎて映せない。ってことでラジオに戻します。ごめんね、ラジオに戻しちゃって。ちょっと、やっぱり洗濯を干さなきゃいけないという使命感がある。で、あん
洗濯干して10分で、そうだ、やばいやばい、急げ。まあでもね、洗濯したの毛布とかなんで、なんかそんな別にすごい、あ、チン言うた、すごい時間がかかるわけではないです。もうそう、とてつもなく部屋片付けたい。私さ、今日起きてから3時間ぐらいつめつめしてたの。アホだよね、3時間をつめつめする時間があるなら部屋を片付けろっていう話ですよね。ほんと分かってます、すいません。誰に謝ってるのかも知らんけど、時間がないよー、なんてこったー。大丈夫、リラならできる、リラならできるよ。自分で言っていくスタイル分かってるんだよ、ちゃんと。ほんとつむつむするよりも部屋を片付けろって分かってるんですけどね。なかなかやっぱり分かってることってできないですよね。やばい、今の発言やばいね。まあでも洗濯2回回してお風呂掃除してるだけ偉いってことにしとく。やっぱね、自分は自分のことは自分で褒めてあげないと。ほんと便利は自分のことは自分のこと、ん、自分のことは自分で褒めてどうにかやっていくスタイルなんで、はい。よいしょ。よし、よし、天才終わりそう。よしよしよし、よいしょ。頑張れリーダー。やばい、ハンガーがなくなってきた。あ、お湯が沸けた音がした。うん、お茶漬け食べれるぞこれで。あー、もうめんどくさい、もうやんなくていいかな。急に、小物な、ヒートテックとかさ干すのめんどくさくない？わかる？リラが言いたいこと。まあ干すけどさ、やっぱ乾燥機欲しいかも。
そう、ティファールがポンって なった。ああもういいや。あと靴下とかはその洗濯物カゴに入れてたら勝手に乾くからいいや、終わり。よし急ぎでお茶漬けを食べる。いい感じにほぐれております。おっとサランラップが取れないです。どうなってんのこれ。あ、いけた。しゃー、ランディーは梅茶漬け派です。そう、できました。ラジオにから戻す。やばい、こんなバタバタな、こんなバタバタな人嫌だね。こんなバタバタな人マジで嫌だね。家帰ってきたらお片付けする、絶対する。もう自分と約束した。今家帰ってきたらお片付けはする。よし、10分で食べて出る。今日何時間つむつむやってるか見てみましょう。4時間やってる。マジアホだよね。ほんと頭痛いね。時間もつむつむやってるアホがいますよ。ほんと誰も呼べない今この家に。マジであの汚すぎ。昨日の夜に1時間ぐらい、1時間半ぐらいやってつむつむで、今日3時間ぐらいやって焼く。でかい？でかいお椀しかないんだよね。待って、熱くて食べれない。いや、くがんご結構早い。あー、美味しいけど熱い。なんかね、私つむつむガチ勢になろうと思って、なんか今月の新つむって言ってな、4つから5つぐらいつむが出てくるんですけど、全部コンプリートしようと思って今年のつむを。で 100万コインぐらい貯めてたんだけど、私なんか1個のつむが全く出てくれなくて、ミニーちゃんのつむなんだけど、ミニーちゃんのつむが全く出てきてくれなくて、100万コインあるんだよ。100万コインを全部溶かしてしまったんですよ私。
100万コイン溶かしてでルビーも、まあ、300コインぐらい持ってたからそれをコインに変換して20万コインぐらいでしょ。それも全部出てこなくてもうやばいと思って、コインないと頭おかしくなると思ってめっちゃコイン稼ぎしてたんだけど、そうコイン稼ぎ頑張って4万ポイントぐらい貯めました。そう、それで今焦ってるの自分の中ではミニーちゃんがどうしても欲しくて、31までミニーちゃんのツムがあるんだけど、どうにかしてコインを貯めて引かなければって思ってます。課金は絶対ゲームに課金はしないって決めてるの。もう課金したらキリないじゃん。だってだからもう空いてる時間にもうやりまくる、それですね。久しぶりにお茶漬け食べたら美味しいんだけど、LINE はマジで友達にすら教えてないんで LINE やばいよね。 LINE はねあんま教えたくないんですよ人に。 LINE の友達めっちゃ少ない。私の地元の友達のパリピすら私の LINE 持ってないです。ガンガン人に LINE あげてない。そう LINE 苦手なんだよね。もうすぐで食べ終わる。あ、そう、なんか人からなんか来てたらそう見た気分、なんかもう返してる気分になっちゃうんだよね自分の中で。了解しちゃって待って、もうさ左見たらもう汚い、ほんと家が。すごい染みる。てかさ家にさバスタオルがさ5枚あったんですよ。でさ1枚はさちょっと捨てちゃったんだけどさ、なんかもう1枚のバスタオルどこ行ったんだろう。ないんだけど。3枚しかないの。3枚しかないからいつもお風呂困るんだ。リラはなんでだろう、どこ行ったんだろう。確かにみんなが確かってしたら怖いね。確かに。
でもバスタオル盗むような人なんていないよね。普通に考えて。ごちそうさまでした。わかんない、ちょっと目が緑いの、わかんないかってことで、今日のミッションは無事完了、調理もできたし、あとは家を片付けるのみ、もうただそれだけだね。家を片付けることができたら、うん、本当に偉い、ただの偉い人です。ね、片付けたら、ね、でもバスタオルは片付け、まずどこ行ったんだろう、落ちたんかな下に。いやでも落ちないんだよね、ベランダの構造的に、私の家の。はい、今日帰ってきたら片付けます。あの気持ちはね、片付ける。明日ショールームしてる時にまたガンガンしてたらごめんね。いやでもわかんない、あのわかんない、疲れるじゃないですか、働いた後って。だからもしかしたら疲れちゃって、まああれかもしれないけど、気持ちは片付けたい、本当にマジで、本当これあの冗談じゃない、気持ちはマジで片付けたい、すごい。てかもうね、気持ちは私の心の中ではそれ綺麗なんだよね、あのなんか、あとあれだよ、だから昨日雨降った時に干してたやつがあるから、そう、それをまた洗濯しなくちゃいけないっていう、こんなにがある。チーズ食べて終わる。これどうやって開けんだ。開かない。歯磨きはさっきお風呂でしたからいいや。あれ、開かない。なんか、ちょっとだけお茶漬け食べたからお腹空いてきちゃった。やらかした。ネイルはなんか季節感がちょっとおかしいです。お茶は洗ってない、ごめんなさい、洗ってないです。お茶碗を洗わずにチーズを食べようとしてるアホがいます。食べづら。うん、うん、うん、時間ないのでランキング見ます。うん、13位ロリロリさん、アットマークリラン中、イエーイ。
ありがとうございます。そして12位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で11位がイーデックさん、ありがとうございます。で10位がトリアージさん、ありがとうございます。で9位がグアポさん、アットマーク群馬ニア、ありがとうございます。で8位がヨルオリュウさん、ありがとうございます。で7位がクロケンさん、ありがとうございます。そして矢ヶ崎在住のニア星人さん、ありがとうございます。で5位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位が 662BPM さん、ありがとうございます。で2位がチョロさん、ありがとうございます。で1位がフクックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。また明日配信する時にほんとどんちゃんかんちゃんバタ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 やってたらほんとごめんなさい。でもその未来は正直ある気がするっていうことで、皆さんまたね、バイバーイ。